どうもお疲れ様です吉田さんまあ金属的なものとかね科学的なものとか人工物に憧れた時期ってのもあったわけですけどもねそれは私はまあ10代の頃にどん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 こう薄れていってまあそれから20代30代と年齢を重ねるごとにまあなんか石とかねうん,なんか太陽とか風とかね森とかね本当になんかこう人の手が加えられてないものとか あとは過ぎ去ったまあ歴史みたいなもんですかねそういうのにものすごく関心が出てきましたね、まあ、特にね最近はねあの遺跡巡りをまた始めましてね遺跡って言っても本当に近所にある灯籠とかお地蔵さんとかね、まあ、こういったもんなんですけどもそこに行くと、まあ、必ずね花が添えられたりとかなんかこう貢ぎ物がねおまんじゅうがちょっとあったりとかね、うん、なんかおちょこに水が入っていたりとか塩がこう盛られていたりとか あとちゃんちゃんこがこうねお地蔵さんにかけられたりとか必ずね誰かが「あこれ最近誰かが何かやったかな」とかねそれから「あ今日朝早くこれ誰かがやったんだろうな」っていう痕跡に出会うんですよねうん、まあ、すごく不思議だなと、うん、ほとんどの人が通り過ぎるそんな石造りの古めかしいもの苔が生えたような、まあ、そんなね、うん、辻像とか祠とか古い お地蔵さんとかなんですけども。その前にこうしゃがんでね。じっと見ていると、うん、直近そこに関わった人の姿がね。なんとなくこう見えるんですよね。まひ、あ、いてはそれがいつ頃作られたものなのか、うん、まあ、そういったものが書いてあったりするんですよ。いついつにこれ建てましたよ。とかね。そうするとね。例えば昭和10年とかって書いてあったりとかね。うん、明治何年とか書いてあったりとかね？うん、なんかそこに。 人生の残りの時間を費やすことにもったいないって感じないんですよね、まあ、むしろそのパソコンの前でなんか作業してる時間よりもこっちの方がなんか俺向きだなとかね思ったりとかねだんだんこうなんかこう土に帰っていってるのかなって感触がしますでなんかその日光東照宮じゃないですけども年を取って余裕ができるとねなんかそういう神社仏閣巡りがしたくなるっていうのは あ、もうすぐそこに行くんだなっていう、そんな予感がするからなのか、それとも、もうすぐ自然に帰るんだなっていう気持ちから、こういったね、夕日が胸に染みてくるのかなと思います。まあ、あの、オ l w a y ズ3丁目の夕日を見て、続編もそうなんですけども、ラストシーンでは、夕日を見ながら、明日への希望を知る。それから過ぎ去った人を思う。この、過去と未来を同時に見つめる、そんな、優しく、暖かい、夕日が、 なんか胸を打つのかかなななとと思いいいいましたよね、うん、いやなんかいい話だなと、うん、当時の人にとっては日常なんでしょうけども今私たちが当時の人が見ていた未来を過去として見た時になんとなく感慨深いものがありますよね、うん、そういうところで昭和のドラマってのはこれからも私たちの胸になんか生き続けるんじゃないかなというふうに思いますそれじゃあ。